アイテム番号。SCP-2662。オブジェクトクラス。ユークリッド・ケテル。特別収容プロトコル。SCP-2662 の封じ込めは、主として収容ユニットへの不正侵入を防止することに焦点を置いています。サイト上中の機動部隊タウ、Q、喧嘩越しのボディーガードは SCP-2662 の収容ユニットを護衛し、SCP-2662 の崇拝に注力する新宗教の崇拝者たちを追跡するために組織されています。機動部隊タウ、Q は不正侵入の試みに対処する際は非致死的方法を用いてください。必要に応じて致死的な手段を用いることが承認されました。機動部隊タウ、Q の全隊員は、認識災害の影響を半年ごとにテストされます。SCP-2662 の封じ込めは完全に自発的なものであることから、現在は定期用意度人型生物向けの標準的安全対策を施した、拡張済みの人型生物用収容ユニットに収容されています。加えて、SCP-2662 は任意の日刊新聞のコピー、コンピュータ、及び要求したコンピュータゲームの所持が、毎月の総額が50米ドルを超えない範囲で許可されています。説明。SCP-2662 は身長約4メートル、体重 200kg の認識災害的な実態です。SCP-2662 は大雑把に人型の姿をしており、頭足類の足と同様の構造を持つ約20本の付加的な触手状筋組織を背中に備えています。これらの死は完全に機能しており、SCP-2662 は一度二重の異なる作業を行うことが可能です。SCP-2662 の主要内情効果は、通常、SCP-2662 と同じ部屋にいたり日常的に相互作用したりといった長期的な反復暴露後のみ発現します。6ヶ月以上にわたって SCP-2662 にさらされた被験者は、SCP-2662 が求めるものや望むことを強く意識するようになり、それらを遂行することを強いられるようになるリスクがあります。被験者はまた、ストレス下において半ば精神病的な病理的異常を示すことがあります。SCP-2662 はマルス、マインド、アフェクティングレシスタンセスカル、精神作用抵抗率の数値が2以上の人間には効果を及ぼすことができません。SCP-2662 の二次的な異常効果は、少なくともおよそ1ヶ月に1度の割合で起こる、宗教的な崇拝者の自発的発生です。この発生は付随的なものであり、SCP-2662 にとって著しい苦悩を引き起こします。SCP-2662 によって生成された宗教団体は本質的に、通常、暴力及び、または性的要素を含む様々な儀式を執り行うために収容ユニットへ侵入することに注力します。これらの団体は高度に組織化される傾向があり、大抵の場合、個別生成された宗教団体同士の間に全く接点がないにもかかわらず、以前の失敗した試みに適応していると思われます。以下は、SCP-2662 に関連する事件の不完全なログです。完全なリストは、ドキュメント2662-I に記載されています。事件2662-7。2003年月日、参加に迎えて、として知られる宗教団体が、SCP-2662 の収容室への侵入に成功しました。資格情報容認。ようこそ K、M、研究員。SCP-2662 は寝る前にシャワーを浴びている。事前に発見されていなかった爆発物が SCP-2662 の収容ユニットの中心下部で爆発し、大きな音がする。5人の負傷した民間人が、爆発によって開いた穴から登ってくる。SCP-2662 は音の正体を確かめるため、シャワー室を離れる。エージェント、と、が機動部隊タウ、Q に封じ込め違反を通知。最初の民間人5人を鎮圧する彼らの試みは、新たに武装した5人の増員が到着したことで失敗に終わった。荒っぽい逃走の後、エージェント、と、は民間人によって押さえつけられ、ロープで縛られている。負傷した民間人が SCP-2662 に近寄る。無傷の民間人はナイフで自分たちの手を刺し、G 行為を行い、愛液と血液の混合物で壁に未知のシンボルを描く。SCP-2662。おいちょっと、勘弁してくれよ。ほんと衛生に悪いぜこういうの、T
ていうか、むしろ冷静になろうじゃねえか。3SCP-2662 はシンボルを目の当たりにして冗談を言っているように見える。負傷した民間人たちは、SCP-2662 をシャワー室に追い詰めることに成功する。負傷した民間人たちは、自分たちの傷口から血を絞り出し、歌いながら SCP-2662 に擦りつける。SCP-2662、クソったれ、ジェシュスキリスト。やめろ、頼むからさ、シャワー浴びたばっかなんだよ。機動部隊タウ、Q が SCP-2662 の収容ユニットに到着。機動部隊タウ、Q はすべての民間人を成功裏に鎮圧し、修復が完了するまでの一時的ユニットに SCP-2662 を移送する。事件26621352005年月日、いい名付け、として知られる宗教団体が、SCP-2662 の収容室への侵入に成功しました。視覚情報容認。ようこそ K、M、研究員。SCP-2662 は朝食を食べながら新聞を読んでいる。SCP-2662 の収容ユニットに常駐している警備員たちが、研究員1名と共に入室する。研究員は1匹の子豚を抱えている。SCP-2662、手伝おうか？研究員。ああ、私たちの思いよ。どうかこの無くなる豚の死を。父母をほふられし生まれたばかりの孤児をお受け取りください。これ奴の喪失の魂があなた様のご力となることでしょう。研究員は SCP-2662 の目の前で子豚を去勢し、SCP-2662 の朝食にその睾丸を添える。SCP-2662。ああ、遠慮しとく。我、腹いっぱいだし。帰れ。何時の、主は供物に満足しておるぞよ。機動部隊タウ、急に封じ込め違反が通知される。SCP-2662 は新聞を読もうとする。研究員は子豚の首を切り裂き、テーブルの上に投げ上げる。血が新聞に跳ね飛ぶ。SCP-2662。おま、ちょ、なおい、お前さ、どっかで聖書かなんか読んでらんないの？そういうのがめっちゃ必要だと思うね。お前には、SCP-2662 は新聞を下ろす。同伴していた警備員たちは、研究員の頭部に銃弾を撃ち込み射殺する。その後、彼女を食べ始める。SCP-2662 は画面外に離れ、トイレで嘔吐する。機動部隊タウ、Q が警備員を交流するために到着し、一時的な収容ユニットに SCP-2662 を移送する。さらなる調査の後、関与したすべての職員は、職員を装った民間人であることが判明しました。本物の研究者や警備員の所在は不明です。事件26627482014年月日、 D クラス職員と機動部隊タウ、Q の隊員2名からなる無名の宗教団体が、SCP-2662 の収容室への侵入に成功しました。SCP-2662 はインシデント26627278のさらなる評価の上、ケテルとして再分類されました。視覚情報容認。ようこそ K、M、研究員。SCP-2662 はベッドで寝ている。T 機動部隊タウ、Q 全体が、サイト外部における任務のため召集される。オーダーに対し、機動部隊タウ、Q は SCP-2662 の監視を維持するために4名の構成員を残す。残留構成員のうち2名が、残る2名にタックルを食らわせて未使用の収容ユニットに幽閉する。1台の貨物トラックが、SCP-2662 が収容されているサイト、に到着。残留構成員2名は D クラス職員が入った貨物を下ろす。彼らは D クラス職員を機動部隊タウ、Q の武器庫に案内する。D クラスと残留構成員は武器庫で自分自身を武装し、SCP-2662 の収容ユニットに侵入。SCP-2662 も覚める。数人の D クラス職員が収容ユニットの出口と、対応する廊下を警備している。SCP-2662。うわ、ああ、移動すんの？来週の予定じゃなかったのかよ。機動部隊タウ、Q の残留構成員2名、エージェント、と、が、警備に従事していない D クラス職員の服を脱がせ始める。SCP-2662 は警告を試みて無視される。
エージェント、と、が、全裸の D クラス職員の臀部と大腿部にシンボルを彫り込み始める。彫り込まれた D クラス職員はグループセックスに従事し始める。SCP-2662。何やってんの？マジで？今いいか、マジな話だぞ。他の神様を見つけてもらえるかな？聞いた話だけどさ。仏教ってのが結構ラジー。D-99304 が SCP-2662 をグループの中に引き込もうとする。SCP-2662。クソが、やめろ、マジでだ。我は何時らとその他もろもろにこのバカ騒ぎを止めるよう命ず。セックスに従事していた D クラス職員が動きを止める。彼らは SCP-2662 を凝視する。機動部隊タウ、Q がサイト外の合流地点に到着し、そのような任務は存在しないと通達される。機動部隊タウ、Q がサイト、へ引き返し始める。SCP-2662。狼よ感謝します。やっとお前らを制御できるってわけだ。ある程度は。我もちゃんと成長してるんだな。気づいてよかった。意思って、一体全体何がどうなってんのか我に教えてくれるか？エージェント。知欲の義の後、我らはあなた様を、あなた様の神聖なる防衛を連れいたします。そこは我らが、我らの家族が、我らの血族すべてが永遠にあなた様に尽くすところ。ここの者どもはあなた様を囲っております。我らと共にあれば、あなた様は望むままどこへでも行くことができます。SCP-2662。もちろん冗談だよな。我は出たいと思ったらいつでも出られるさ。ちょっとお願いすりゃいいんだからな。それはそうとだ。我が、D クラス職員はグループセックスへの従事を再開する。SCP-2662。マジでさあ、やめろって、お前らみんなクソキモいんだよ。まだカルト教団なんかに落ち着く心の準備できてねえよ。我がはまだ、あれだ、200歳だぞ。ギリギリ青年なんだぞ。エージェント。あなた様は真に、頼めば財団が解放してくれると思っておいでですか？確かに頼むことは可能でしょう。ですが深く失望するだけです。我が死ぬよ。SCP-2662。ああ、まあ、もしもそういうことになったら、我がが逃げ出すのに十分強くなるまで待ちゃいいだけの話だ。それまで我は、トイレにでも座って待つことにする。お前らは馬鹿げた血みどろの乱行ごっこでもしてろ。SCP-2662 はシャワー室に移動して水を出し、事件の残りをシャワー室に座り込んで過ごした。